犬を病院へ連れて行くべき危険な症状、愛犬からの SOS のサイン。食欲がない。動物にとって食欲は健康状態を知るための重要なバロメーターやねん。だから普段はよく食べる犬がご飯やおやつを食べなくなった場合は十分注意して様子を見てほしいねん。もちろん季節や気分によって食欲に変化が起こることもあるし、そんな場合は少し時間が経てば問題なく食べるようになるねん。でもどんなに好きなものを与えても食べようとしなかったり、ぐったりとした様子が見られたり、排泄に異常が起きてたりする場合は体に異変が起きてることが考えられるんやで。嘔吐や下痢が続く。食欲は健康状態のバロメーターって言うたけど、それと同じで排泄も健康状態を知るための重要なポイントやねん。だから下痢や便秘、嘔吐が続く場合は消化器系に異変が起きてる可能性が高いねん。犬は比較的嘔吐や下痢をしやすい動物やけど、続いてしまうと十分に栄養を取れず体力が低下してしまったり、水分が過剰に排出されて脱水症状に陥ってしまったりすることもあるから気をつけてな。また血便や血尿が出た場合は中毒を起こしてたり、病気が重篤な症状に進行してたりすることが考えられるから、様子を見ずにできるだけ早く受診するようにしてあげてな。呼吸が荒い。暑い季節の散歩後や運動の後でもないのに、犬がハーハーと荒い呼吸をしてる場合は体調不良になってる可能性があるねん。呼吸器系の疾患が起きてる場合もあるし、体のどこかに痛みや苦しさを感じてて呼吸が荒くなってしまってる場合もあるねん。暑い季節にいつまでもハーハーが収まらない場合は熱中症になってることも考えられるねん。水を飲ませたり涼しい部屋にいさせたりしても変わらない場合は動物病院に相談するようにしてな。体を丸めて動かない。いつもは元気に歩き回ってたり、伏せた状態であなたの様子を眺めたりしてる犬が体を丸めてじっとしてることが続く場合は体調が悪いのかもしれへんねん。犬は痛みや体調の異変を感じててもそれを訴えかけるってことはほとんどせず、ただただ我慢するねん。だから体をこわばらせて人を寄せつけないような状態の時は体にトラブルが起きてる可能性も考えてほしいねん。特に触ろうとしたら唸る場合とかは体に強い痛みを感じてるかもしれへんから、不用意に触れないようにして獣医師の指示を仰ぐようにしてあげてな。お腹が急激に膨らむ。愛犬のお腹があからさまに膨らんできた時は重篤な病気が進行してる可能性があるねん。子犬や痩せてる犬の場合、食後にお腹がふっくらと見えることはあると思うけど、そうじゃない犬のお腹が急激に膨らんできた場合は注意が必要やで。食後にそんな状態になった時、まず意識したいのが胃拡張胃粘点症候群やで。この疾患は食事や水を飲んだ直後に運動をしたり早食いをしたりしたことが原因で起こるから、進行のスピードが異常に速いのが特徴やねん。胃が膨らんでねじれることで周りの血流やリンパが滞って停止していって、最悪の場合数時間以内に死に至ることもあるねん。一刻も早い処置が必要やから、お腹が異常に膨らんだり吐くような動作を繰り返したり、苦しそうに丸まったりしてる様子が見られたらすぐに病院を受診してな。まとめ。食欲がない、嘔吐や下痢が続く、呼吸が荒い、体を丸めて動かない、お腹が急激に膨らむ。野生の力があるから放っておいても大丈夫は絶対 NG で、心配しすぎるぐらいでちょうど良いんやで。